10万円旅企画 SHIGA シーガー、ハプニングを起こす人がいないんで、男子は落ち着いたね、渋い旅を。飲み物買おうかのね、節約するためにね、稲荷コンコン恋いろはっていうアニメがありまして、おお、ちょっと待って、いってるいけてる、いけてるよ、うわー、あー、セーフ、オン10万円おっさんタム、船寿司を食べてホテルに戻ってきました。はい、ね、これから明日の作戦会議を、まあ、作戦通りに行くかどうかは知らないですけど、結構残ってんだよね、お金。余裕があるよね。余裕は多分ありますね。俺とりあえず明日また公園見つけた水をペットボトルにあのジュース代の節約するね。そうとか言ってさっき居酒屋でガンガン飲んでる。中傷にならないように、はい、ね、うん、そうだね、水分もいっぱい取って、うん、ちゃんと湯冷ましも作っとるからね、まだ温かい。じゃあ、はい、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。はい、おはようございます。おはようございます。はやさんが昨日の公園の水に続いて、湯冷ましです。おはようございます。こうやって節約をして、節約をしてね、いきますよ。2本目。お、2本目、うん、それ、あれ、なくなったの。なくなった。よかろう。1本半、うん、半分以上あるね。あと公園で入れればいいんじゃないですか。朝食代3人で2160円でした。1人580円の3名で1740円です、うん。おはようございます。どうも、おはようございます。高架駅に着きました。はい、はい、高架っていうのが一般的だと思うんですけど、高架って読むらしいですね、駅的にはね、うん、あ、僕も高架って初めて知りました。はい、そして林さん。あいつがずっと俺を見てんだよ。あいつですね。何持ってんだろう、あれ。なんかトレーみたいなのなんか乗せて持ってないですか。そんなことない。コロコロして腹筋するやつみたいなの持ってますね。あ、危なんとか。危なんとか。ああ。で、なんで高架駅に来たかというと、はい、やっぱり我々は忍術の担い手でもありたいなというところで修行に来ました。はい、で、忍術村に行くんですけど、今ね、忍術村のただで送迎の車が出てるんで、その送迎の車を、はい、待ってます。はい、でもちょっと忍者らしくドローンっつって、あの次の瞬間もう忍術村に到着してるみたいなのやりますか。そういうことですか。送迎の車待ってるとか言わん方が良かった。あ、カットするんで大丈夫です。でもそしたら忍術村の人がさ、そこは言ってよって、はい、忍術村にとってはいいことじゃない。送迎の車があるって。そうですね、これ普通の自家用車かな。ご挨拶したということは、あ、本当に来ましたね。はい、はい、じゃあせーの。というわけで着きました。着きました。高架の里、忍術村でございます。変わり身の術。そうですよね。あの、ね、私本当は林なんですけど、あのリベロの皮をかぶっております今。あ、上手だね。僕はそのまま荻です。どうも。すごいなんかひっそりとした入り口ですけど、ね、すごい忍びの里っぽい。そうですね、そうね。朝の建物探訪みたいな紹介の仕方だ。とりあえず撮影も OK をもらったので、他のお客さんとか映さなければ。はい、ありがたい。じゃあ行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう。入村料だね。入村料を払わなきゃいけない。はい、はい、
様1030円ですよ。あ、そうだ、なんかホームページで割引券。あ、はい。あ、すごい。忍び入村手形忍術村、はい、高架流忍術秘伝書。裏が地図になってますね。中にそういう説明が書いてあって、こっちの裏側にこの体験のチェック項目があるのね、はい、うん、どれをやったか、うん、ただこの綱渡りがなんか今調整中らしくて、今日は心の綱を渡りましょう、うん、いろいろあります。石垣登り、塀越え、塀横歩き、壁伝い、綱渡りができなくて坂道上がり、一本渡り、井戸抜け、水雲池。じゃあ装束を借りに行きましょう。イエーイ。すいません、はい、装束をお借りしたいんですが、はい、はい、男性3名、はい、はい、お取りします。もう一枚取っておきましょうね。はい、取ります。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。はい、どうぞお食べください。ここの人みたいになりましたね。あ、そうなんですか。貸衣装で借りてきました。はい、貸衣装で見ての通り衣装を借りてきました。せっかくですので僕も T シャツに合わせて真っ赤な衣装にしました。だってちゃんと装束の上に T シャツ、川口プロデュースの T シャツ着ちゃって。本来の着方はこれです、はい、ああ、これ竹馬やってる人がいる。うわ、久々すぎる。入れたちが普通の着方です。はい、これこんなに乗れなかったかな。絶対明日筋肉痛。まだあれですよ。これからあの忍者の修行をしに行きますからね。そうですよ。はい。はい、ここで体力を使っちゃうと。大丈夫ですか、竹馬。俺今日うまくいったら全日本忍者選手権大会に出てもいいかも。全日本忍者選手権大会。10月7日12時開戦。ででん。10万円。おっさん旅。あ、タンポックリしてる。始まったこれ。じゃあ行きましょう。修行の旅に出ましょう。はい、ね、現在地が分かりませんね。うなち売店だからまだ。あ、こうか。こう来たのか。初っ端で迷子になっている忍者。それらしいものはこっちから。ちょっと行ってますか、とりあえず。むすわ。むすわ。こっち、こっちかな。石垣が長くね。なんか書いてありますね、あそこに。あ、なんか書いてある。この絵面面白いな。お、なんかありますよ。書いてあった。あ、地図が。現在地って書いてある。現在地ここですね。こう来ました。はい。だから貸衣装かな。ここに抜けたところですね。で、これを僕は見てます。あ、石垣登りここや。石垣登りはずいぶん先ですね。これ。ここから売店、売店脇を抜けてここ。あ、じゃあ、あ、ここに結構ありますね。あ、これ。あの道を行けばいいのかね。うん、じゃあ行こう。うん、これは行こう。行きましょう。違う違う違う。この向かいたのは分かる。違う。ブリブリ、ベイブンカンカン、みんなで放送。
Oi.